はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、以前紹介したこちらの犬型ロボットのハローズーマーなんですけれども、こちらの付属しておりましたクイックスタートガイド、これにはですね15種類の音声認識遊びが楽しめるっていうふうにあったんですね。ところがですね、この公式サイトを見てみると、なんとですね15種類以外に12種類、合計27種類の音声認識が遊べるような表記があるんですね。なんでちょっとね、今回ねそれを試してみたいと思います。おはよう。はい、起きた。よし、じゃあやるよ。スロットゲーム。きた。あー、ハートだ。残念。すごいね。え、すごいねって言ってんのに。すごいね。お、喜んでる喜んでる。また外れちゃった。ご飯だよ。お、喜んでる喜んでる。下がって。こう下がっと下がっと下がっと。もう初めて見た。下がって。吠えろ。おー、怒った怒った。怒ってんね怒ってんね。おー、すっげー吠えた。歌って。これいいね、歌うのいいよね。スロットゲーム。きた。なな、お願いな。あらららら。お、もう一回できた。おお。こんな感じなんだ、すごい。二回だけよ。頭を押さえるともう一回できるんだ、スロットが。ああ。面白いね。よし、じゃあズマ。おやすみ。また寝っ転がるんじゃない。うわぁ、あれ何やってんの。あ、寝っ転がると思っても反対にならないんだ。何やってんだこれ。あ、このまま寝る。あのまま寝んの。変な学校で寝ちゃったよ。寝ちゃった。はい、ということで今回はハローズーマーの追加されたですね音声遊びをちょっとやってみました。スロットゲームとか面白かったね、うん、あとはあの歌ってとかね、結構普通に普段使えそうな遊びだよね、うん、そうだよね。スロットゲームの方はでもここもう一回ね頭下げるともう一回スロットができたりするんで、そうだよね、なかなかいいね。ズーマーをですね持ってる方ぜひですね試してみてください。はい、ということで以上でございます。バイバイ。バイバイ。スロット気に入っちゃったんだ。これ気に入ってるよ。ねえ、面白いねそれね。何回もでしょ。お、7。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。今日の動画はどうだったでしょうかね。面白かったかな。面白かったかな。もし面白いと思った方はですね、ぜひですね高評価をお願いします。そしてですね、質問やですね、こうしたらいいんじゃないかってアドバイスがありましたらですね、ぜひコメント欄の方にコメントをお願いします。そしてチャンネル登録がお済みでない方はですね、マイチャンネルほぼ毎日更新しておりますので、登録していただけるとですね動画登録欄に出てくるのでですね、ぜひ登録の方もお願いします。